はい、こんにちは。今回は久々に九条 RCZ ですねついて喋ろうと思います。はい、ダムに来ております。久々に、はい、こんなですね、ダムに来ております。ダムっていうか、その前、手前にあるちょっとした基地なんですけども、そこで撮っています。はい、まあですね、今回なんで RCZ 撮ったかというと、特に理由はありません。というのもですね、まあこういうのって大体故障した時に動画を上げがちでですね、はい、故障したからこういうところがトラブりましたみたいな動画を上げるんですけども、毎回ですね、そんな動画ばっかり上げてたらなんか故障しやすい車になっちゃうんで、イメージがですね、はい、YouTube で検索した時にRCZ で検索したらトラブルとか故障とかばっかになっちゃうんで、それも申し訳ないなと思ってですね、今回はこうやって何事もない RCZ を撮っております。はい、一応ですね、今シグマ FP で撮ってまして、はい、 4K ですね、 4K で撮っております。 FPS は 23.98 で撮ってます。ちょっと絞ろうかな。よし、このぐらいでいこうかな。よいしょ。じゃあまあつらつらと映しながら喋ります。まあ、さっき言った通りですね、そんなに大きなトラブルは起きてないんですけども、はい、一応ですね、全く何も起きてないわけでもなく、はい、細かいことは起こってますね。というのが、まず一つが、最近 ABS の警告ランプがつくようになりました。つくようになりましたといっても、たまにですね、突然つくと、運転中とかに、はい、と言ってもですね、そんなに3回かな、ここ1ヶ月で3回ほど起きたんですけども、運転してたらピーと音がして、なんだと思ったら ABS なんちゃらかんちゃらっていうですね、エラーが出ると、はい、起きてるんですけども、エンジンかけ直したらですね、消えると。で、ここ数回は起きてません。まあ、なんかイメージからするとですね、バッテリーかなって気がしますね。そろそろバッテリーがへたってきてる気もするんで、それだったら別に車が悪いわけじゃないんでですね、僕はちゃんと新品に交換してないから、それが悪いだけなんで、まあ、RCZ のせいじゃないですね。まあ、来年の春の車検ぐらいでいよいよバッテリー交換かなって思ってるんですけども、まあ、ABS のエラーがまたですね、頻発しだしたら、さっさと交換しないとですね、いけないなとは思っています。はい、他に何か問題あったっけな。あ、エアコンですね。エアコンのガスが漏れがちでして、今年もですね、夏に入ってエアコンがちょっと効かないなと思って、ガスを充填してもらいました。はい、まあ、大体年1ガス入れるって感じですね。今回はですね、2年持ちました。去年入れてなくて、今年効かなくなって、いつもの車屋さんにですね、今年もお願いしますって言ってガスを充填してもらったんですけども、まあ2年で半分ぐらい減ってたのかな。はい、そんな感じで、そんなにハイペースに減るわけじゃないんでですね、明らかな漏れはないんですけども、まあ、ホースとかの継ぎ目とかからかな、じんわり漏れてるっていう感じみたいです。なんとも言えないですよね。まあ、今だとですね、今回は2年持ちましたけども、だいたい年1回夏が来る前にですね、まあ、あのオイルと同じような感覚でガスを充填してもらうぐらいでもいいのかなとは思っています。まあ、いつエアコンが効かなくなってるかっていうのはですね、暑くならないとなかなか分かんないんですよね。実はもう冬の時点で抜けてるかもしれないんですけども、いや、まあ少しずつは抜けてるんですけども、明らかにエアコンが効かないなって感じるのはやっぱ暑くなってからなんで、毎回ですね、6月7月に気づくっていうような感じです。はい、
4年前ぐらいだっけなからエアコンのガスが漏れるなって、4年前って買った時じゃんそうだ、もう買った次の年ぐらいからエアコン効かないなってのが毎年起こってたんですけども、はい、ただですね毎年1回入れれば十分持つっていうのが続いてるんでですね大丈夫ですね。これがだんだん1ヶ月で漏れるとか1週間でダメになるとかですね、だんだん悪化していったらいい加減いろんなところを見直さないといけないとは思うんですけども、まあ年一だったらいいかなって思って毎年ガスを充填してるっていう感じですね。はい、まあ、そのぐらいですね起こってることは。あとは何も問題なく走ってくれてます、ここ1年半ぐらいですね。で毎年1回レッカー移動してたんで最初はだいぶ今は気楽ですね。とはいっても1回はあの事故で正面からぶつけられてレッカー移動だったんで、それは RCZ は悪くないんですけども、なんだかんだでレッカー移動してたんですよね。さらに駐車場で僕のいない間にぶつけられて修理に出したってのもあって、はい、基本事故運は悪くてですね、過去4回事故起こってるんですけども僕はですね、1回目が右折待ちの時に後ろから追突されて、はい、後ろがぐちゃぐちゃになって 10-0 ですね、トッポ BJ の頃ですね。で次 GTO ですね、赤信号違う青信号で進入して右折しようとしたら横から信号無視でぶつけられて側面ボコボコ 10-0 です、向こうの信号無視ですね。はい、で RCZ ですね、 RCZ は買ってから 1-2 ヶ月後ぐらいに、はい、車線、まあ、車線はないんですけども山道で思いっきりこっちにはみ出してきた車に正面からぶつけられてボコボコ 10-0 です。はい、後ろ横前3箇所ぶつけられて 10-0 ですね。今までの事故歴は私の運がいいのか悪いのかもさっぱり分かんないですね、悪いですね。はい、でもう一つが、普通に仕事してたら電話かかってきて誰だと思ったら駐車場の管理会社でなんかぶつけたとの方がいるんでちょっと駐車場に来てもらえますかと言ったら警察がいて、はい、駐車中の僕の車に傷がついててっていう感じですね。はい、ピントが合わなくなりました。あったかな。まあ当然 10-0 ですね、僕何もしてないんで。まあ、そこはですね不幸中の幸い、ちゃんと当て逃げせずにぶつけたっていうのをですね警察と管理会社に報告してくれたっていうのがありがたいのと、過去その4回ですねみんなごねることなく、はい、ちゃんと早まってくれたっていうのが幸いですね。まあ、やっぱ事故後グダグダすると本当つらいと思うんで、僕はその辺はこれまでにそんなに苦痛を味わったことはないですね。あとは修復歴ありになるレベルも起きたことがないんで、そこも助かっています。はい、こんな感じですね。ちょっと RCZ とあと何年乗るか正直わかんないんですけども、めっちゃでっかい故障さえしなければまだもうちょっと乗り続けたい気持ちがあります。と同時にですねいろんな車に乗ってみたいという欲もあるんで、はい、乗りたい車とかは日々調べてこれいいなとか思ってるんですけども、はい、財力があれば2台持ちしたいですね。まあ2台持ちできるんだったら今 GTO と2台持ちになってるはずなんで、結局どれかを手放すことになるんですけども、はい、こんな感じですね。開けてみますか、中も。よいしょ。はい。
超ノーカットで撮ってるんでですね、どうしようかな、多分あんまり編集せずにあげようと思ってます。もうちょっと自然体で、あーピントが行こうかなと思ってます。この車は、まあ、何度か言った通りアスファルトっていう限定モデルなんでですね、シートのステッチがこうやって入っております。見えるかな、こんな感じですね。エプジョーって書かれるところにピント合うんかな、これアスファルト見てますね。はい、プジョーのロゴのエンボス加工もされてます。まあ、昔のロゴですね。確か RCZ が最初ですね、このロゴは。よいしょ、あと RCZ が悪いわけじゃないんですけども、ナビがちょっと壊れちゃいました。ちょっとですね、どうしようかなって悩んでます。タッチパネルの一部が効かなくなってですね、あろうことか場所を指定した後のここに行くっていうボタンが押せなくなるっていう、実質ナビとしては使えないただの地図みたいな状態になっちゃいました。一回直ったんですけども、またダメになりましたね。まあこの暑さに耐えれなかったのかな。あとは経年劣化具合とか見てみますか。この申し訳ないことに僕は青空駐車してるんですけども、ライトはですね、あの初っ端事故ったおかげでその時新品になったんで、はい、まだ4年目なんでギラギラですね。全然黄ばんでないです。最初は結構くすんでましたね。はい、まあ別に塗装も全く剥げたりはなくですね、綺麗な状態保ってます。エンブレムの黒い部分が若干ですね色あせたりはしてます。まあカメラだと分かんないかな。最近ちょっと綺麗になった気がするな。何でしょうかね、暑さで溶けたとか。はい、あとは、まあ、フランス車とか海外の車で気になるところといえば内装ですかね。内装の劣化、はい、ダッシュボード、パッと見ですね全く劣化しておりません。浮き上がったりとかですね、なんかふにゃふにゃになったりとか剥がれたりとか全然してません。パッと見というか触ってもですね、とてもいい状態保っています。綺麗ですね。はい、ということですね、 FP の温度上昇でですねちょっとシャットダウンしちゃいました。初めてですね、このシグマ FP が温度上昇でシャットダウンしたのは。暑いですね、もう夕方なんですけども。ってことですね、もうちゃちゃっと終わっちゃおうかな、だいぶダラダラ喋ったんで。はい、こんな感じでプジョー RCZ 楽しく乗っておりますが、最近はそんなに大きな問題もなく頑張ってくれてます。これからもですね、可能な限り故障なく元気に走り続けてほしいなと思ってます。はい、はい、このチャンネルはですね、今回は車 RCZ について喋ってますけども、他にですねカメラの話をしてみたり、音楽の話をしてみたり、たまにガジェットの話をしてみたり、ちょっと雑多なチャンネルではあるんですけども、もしよければですねチャンネル登録してもらって、興味のある動画だけでも見てもらえるととても嬉しいです。はい、ぜひですね
お願いします。はい、またですね、あとサブチャンネルもやってまして、サブチャンネルって もうチャンネル登録数超えちゃったんで、サブというのもおこがましいぐらいになっちゃったんですけども、興味ある方はそちらもちょっと覗いてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今回はこの辺で終わろうかな。じゃあですね、また次の動画か前の動画でお会いできると嬉しいです。さよなら。